めんなさい。ごめんなさい。無音でした。素人ですいません。疲れてんな。今日は2019年2月の18日、1時21分です。ごめんごめん。ねえ、のんちゃんお疲れ。こんなすごい量だよ。これで800本ぐらい。で、もうこれ立体だからね、近くに行くとわかるけど。わかる？こんだけ積み重なってて、こんだけの量で、で、引いていくと平面でこんなに。すごいよね。はい、みんなお疲れ。うん。あ、お疲れ様です。あ、来てくれてありがとうございます。じゃあ多分今日はこれで解散で、関さんは車で、帰って、僕は歩いて帰ろうと思います。家近いんで。これ10分ぐらいだよね。15分ぐらいですか？ 15 分ぐらい。まあちょうどいいかな。うん。あ、アイテムありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、みんな、楽しかったね。なんか、一色のコラボで面白かったっすね。確かに。なんか、普段、ケミストリーが起こる感じが。ケミストリー。で、慎吾さんの眉毛はね、今、全部それも。まあ、でも、今度描きますけどね。はい。はい、あの、ペンシル買ったんで。はい。いきますか。いきましょう。すごいな、この、この部屋は楽しい。俺、すごいっすよね。まだ言うても800ぐらいは残ってるんで。はい。お邪魔しました。お邪魔しました。はい、池上さん確か基本いつでも暇なんですか。基本そうですね。あ、そうですか。じゃあまた適当に LINE して、はい、来ていいですかね。あ、ぜひ。あ、じゃあぜひ、はい、お願いします。お願いします。お邪魔しました。夜中までありがとうございます。ありがとうございます。僕の家もいつでも来てください。ありがとうございます。はい、あ、いいっすか。はい。あ、ぜひぜひ。あれ、雨降ってる。降ってないか。わあ。うわ。なんでこの音。よいしょ。よいしょ。道路が、はい、木の、ほぼ、はい、これ道沿いに行って、はい、自分が行ったルートは、はい、あのそれから、そこの大通り、大通りの交差点、山手通り、左ですか、そこの道を、こう左、はい、左、ずっと行く、はい、はい、で山手通りからじゃないですか、はい、そこにぶつかるんですか、あ、山手、はい、左に自分行きました、左をまっすぐで山手通りぶつかったら左ですね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ。お好きに失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。よいしょ。お疲れ様です。どうもどうも。いやー、何時集合したっけ ?1 時ぐらいだっけ今日8時から起きてんだよね、朝の。朝の8時ぐらいからずっとやってるわ、配信。いや、久々配信付けだったな。いやー、皆さんお疲れ様でした。いやでもなんか配信がっつりやったなっていう感じですげえ楽しかったっすね。なんかこう自分の仕事はしたかなっていう。トランクルーム、安い。こんだけで7,000円1ヶ月、安っ。お疲れ様、アイテムありがとう。いやーね、楽しかったね、なんかね。まあね、毎回毎回同じメンツのコラボとかうざいけど、ね、たまにはね、こういう役割もやってみるのもありかなっていう。うん、アイテムありがとう。お疲れ様です。ありがとうございます。アイテムありがとうございます。お疲れ様です。楽しかったね。沼疲れ。やっぱ年一ぐらいでね、こういう変、ね、面白い組み合わせね、どっか痒くなったりしてないよ。大丈夫だよ。
たまにはね斬新だよね。慎吾さんほらコラボあんまり、いやあれ最強ポケモン、レジェンドポケモンでしょ、レジェンドクラスのポケモンでしょ。マスターボール使おうかなっていうぐらいのレベルの、いやこれ動画職人さんいい素材提供できたんじゃないの、いい素材提供。うまい棒、俺が最初の時に俺と池上さんが42本食べて、で関さんが35本だか34本だかで、その後池上さんが60本ぐらい食って、俺が5、6本食ったから、俺が50本、トム池さんが100本で、関さんが多分40本ぐらい食ったんじゃないの。だからそれで多分200かな、200プラスあと善一さんが20本ぐらい食ったから、うん、そういう流れだね。いやでもね、今日不安だったね、やっぱ。やっぱ R さんとの流れとか、やっぱうまい棒普通に食ってたら面白くならないから、どうやったら慎吾さんリスナーがこうはしゃぐかなっていうのを意識したかな、うん、いやとんでもないです、ありがとうございます。慎吾さんがこう、慎吾さんが閲覧ぶっぱねる絵はどういう流れかなみたいな。いや慎吾さんはね、なんだろう、奇跡、本当に配信会の奇跡だよ、うん、いやすごいね、これどこなんだ、全然わかんないな。まあまあタワーマンションある方に歩いてこう。多分ね、でもね、ふわっちの最近のリスナーは好きじゃないかもね。多分ね、面白いって言ったらニコ生のノリの系の人だと思うよ。もう完全に嫌われてもいいから、もうなんか、慎吾さんの、なんだろう。だって、ぶっちゃけさ、ただコラボして慣れ合っても絶対面白くないし、なんかピュアミンとか何この人って思われてもいいから、なんかコアなファンに受けたいなとか思って。結構攻めたよね。いや結構攻めた。ギリギリまで攻めたね。回し、まあ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 、司会っていうか、トム池さんがトークタイプじゃないからね。役割なんじゃないの、慎吾さんやっぱりキャラクターが尖ってるから、やっぱ勝てないもん、キャラクターが尖りすぎてて、プレイヤーとしては勝てない、本当にあんな面白すぎるもん、無理だよ俺ね。正直言うと慎吾さんと前回1年か2年前にコラボした時に、あーもうこれ勝てないわと思ってスタイル変えた部分あるもん。そう、裏方っていうか、弾丸職やったりシルバーやったり映画作ったりとか他のことやんないとって思ったのは慎吾さんなんだよね。要はなんだろう、その受け狙おうとかじゃなくて、何やっても面白くなっちゃう人だから、この人とまともに勝負したら頭おかしくなるわと思って、勝てないと思って、で別の生き残り方考えようと思ったのは慎吾さんだね。よく殴りませんでしたねつって、いやもう天然だもん。あのね、違うんだよ、難しいんだよ、
そう、自宅まで何分ぐらいだろう。ね、今交差点だからそんな遠くないと思うんだよな。多分ね、15分って言ってたけど、そんな遠くないよ、ここ。だって今何分？ 10 分でしょ？ 5 分しか経ってないから。いや、イラつかなかったっつうかね、疲れた、すげえ。半端じゃなく疲れた。そうだね、完全にやっぱ裏方系だよね、俺は。プレイヤーは向いてないよね。あのね、もちろん俺は慎吾さん大好きだから、それは本心だから、絡み方したいけど、でも、なんだろう、年一とかだから面白いっていう部分は正直あると思うの。なんか、これ擦れば擦るほどつまんなくなるじゃん。年一回ぐらいでいいんじゃないの？なんか。なんかね、これね、あんまり、っていうか俺思うんだけど、慎吾さんいろんな人とコラボした方が絶対面白いと思うよ。別パターンでいろんな人とやんの絶対慎吾さんの面白さがぶっ飛んで際立つと思うから。だからじゅんぐりじゅんぐり回していけばいいんだよ。月1誰かとコラボみたいな感じで慎吾さんがそうコラボ相手選んで、で12回ローテーションみたいなのありだと思うけどな。そう思いません？慎吾さんは絶対さ誰かと絡んでキャラクター映えると思うもんね。うん、多分なんかあんまり絡みがないから面白いんだと思ってて、こすったら絶対腐るっていうか。だったらこのコラボ見たかったみたいなのをやった方がいいと思う。なんかそれこそ俺ありだなと思ったの、鮫島さんと慎吾さんとかなんか奇跡起こりそうな感じがした。なんか鮫島さんと、あ、パンコさんどうもどうも。鮫島さんと慎吾さんは絶対なんか起こりそうな気がしない？すごいことになりそうな。あー、パフェありがとうございます。僕も面白かったっすね。なんかね、いろんなタイプの、あ、ていうか家めっちゃ近いわ。10分だわ。10分とか、10分かかってなくない？うん。あー、便所さんとかね。あ、便所さん絶対噛み合うと思う。とか、なんか、俺いろんなパターン普通にファンとして見たいもんね。まあ、ちょっと長いっていうのあるから、4時間ぐらいにギュッとまとめて、誰かとコラボしたら、絶対面白いよね。ちょっと今日昼からずっと中下りが半端なかったから、動画とかにまとめて1時間ぐらい尺は多分取れてると思うけど、正直あのツバニャンが来る下りと R さんが盛り上げてくれる下りなかったらきついもんね。あー、なるほど、女性配信者ばっかり。正直言うと女性配信者の下りはもうあんま面白くならないと思う。もう展開が見えるから。うん、お疲れ様。めちゃくちゃ寒いな。ていうかめっちゃ家近いな。鮫島さんでしょ。誰なんだろう、面白そうなの。よっさんとか金梅さんとか、うん、あ、ありがとうございますね。なんか久しぶりにクラシックな配信だよね。本当に花火ありがとうございます。いや、まあなんかあれじゃん、ふわっちの最近見始めた人になんかニコ生っぽい配信になったんじゃないの。うん、ありがとうありがとう。うん、
金梅さんコラボやったんだ。じゃあ予算どう転がすんだろうな。超絶酔っ払った予算とかね、ありかもしんないけど。いや俺も楽しかったな、すげえ。配信者になる人ってレベルが違うよね、天然具合の。ぶっ飛んでるよね。慎吾さんのリスナーさん質がいいしね、すごい純粋にピュアに配信楽しんでるよね。って言うけどファンチだと思うけどね、なんか純粋に。なんか今のさフワッチとかさツイキャスとかさ、あのアンチがさ叩けばいいとかさ、ただこき下ろそうとかじゃなくて、なんかなんだろう、アンチっていうそのなんだろうな、慎吾さんのところはなんか配信を楽しもうとしてる役割としてのアンチみたいなことをやってる感じがして、そうまさにアンチが囲いを強くするを字でやってる感じがするよね。でも閲覧2300すげえよな、モンスターだよね、化け物でしょ。そう質がすごい。だから俺のアンチとかって本当に嫌いな人じゃん、俺のことだけど、慎吾さんのアンチってどっかに愛情が見え隠れするっていうか、そこはねやっぱ羨ましいよね。なんかこう配信を楽しむっていうのを一番に忘れてないっていうか、そういうのはやっぱ他の人にも伝わるし、ほんといいリスナーさんだと思うよ、慎吾さんのところのリスナーさん。良質なアンチっていうか、あそのなんだろう、本気のアンチももちろんいるんだろうけど、いやなんか配信をキャッキャキャッキャその楽しんでた感じがすげえなんか面白かったな。俺慎吾さんのリスナーさんすげえ好きだよ。もういいえ、だから10分ぐらいじゃないの多分。なんつうんだ、慎吾さんのことを嫌いでも慎吾さんのことを憎んでないっていうか、それが感じるんだよね。憎いとかはぶっ殺してやるじゃなくて、その嫌いって言って遊んでるみたいな。俺のアンチの場合俺のこと本当に殺そうとしてるからね、俺のことが憎いんでしょう多分。ああ見えてなかなか悪いやつですよって言い回しがね
あ、ニコ生のリスナーだなっていう。もうニコ生ないんだもんな。でも慎吾さんの言ってることも分かるんだよね。そのなんか最近の神会とか呼ばれてるその喧嘩をする風潮とか警察沙汰にしてっていうのは俺全面的に分かるって思うけど、なんかそれって配信どうなのみたいな問題定義っていうか、いや多分ほっとけないんでしょ、アンチの人もなんだかんだほっとけないんだと思うよ。しんごさんいい人だけどイライラしてます。好きなんでしょ。いやだからそういうことでしょ、好きなんでしょ。わかるよ、すごい。いやしんごさんの魅力だよな、なんかそのすげえ魅力的な人だなって。あー花火ありがとうございます。ありがとう、すいません。悪いことを教えたんでしょう、教えたいんでしょう、じゃあなんかね、モヤモヤするしほっとけないみたいな不思議な魅力があるんだよね。なんかなんだろうな、慎吾さんのことがこのほっとけないんだと思うよ。お疲れっす。うん、そう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 、慎吾さんの身長、まあね、まあ配信でやったけどさっきの下り、もやもやするっつうかね、わかるよわかるよ。ああもうこうしたらいいのにっていうもやもや感想、なんでこここうしないのよっていう、わかるわかる、うん、すげえわかるよ。すごかったな。結局プレミアムリスマンどれくらい行ったんだろう。そうなんだよね、慎吾さん優しいんだよね、わかるよ。はい、ワード2抜きの小ささ、うん、いや繊細な人なんでしょ、すげえ繊細なんだよ。いや、あのね、引いててるところはぶっちぎりで引いててると思うよ。うん。ネクスト席があるね。信号がある。うん。え、結局何人ぐらい行ったんだ？でもまあ、閲覧1000行ったら勝ちだって言ってたけど、俺、ぶっちゃけた話結構そこムカついてて、なんか、ツバニャンツバニャンって言ってて、なんか行きのさ、慎吾さん覚えてる？ぶっちゃけた話、なんか俺今17位だけど、そのなんかすげえなんかちょっと、いやいや、なんかちげえだろうと思ってて仕掛けようっていうのあったんだよ。でもまあ1000行ったらいいかなと思ったけど、やっぱ慎吾さんが持ってて、その2000いくつっていうのはえぐいよね。2400か。さすがに化け物だなとか思ったけど、うん、あれは慎吾さんがやっぱ持ってるつうか、やっぱ大手って呼ばれてる人は化け物だよね。すげえよな。
かね、天才とかね、大手さんってやっぱ天才肌だから、なんか見てると面白いんだよね。なんか、普通の人にさ、こう、普通の質問すると普通の答えが返ってくるじゃん。だけど、天才な人って、なんかこう、なんか、なんで配信始めたんですかって言ったら、つまんない答えが普通返ってくるのよ。だけど、慎吾さんってなんで配信始めたんですかって言ったら、いきなり僕ジャニーズジュニアになりたかったんですよって切り返しから入るわけじゃん。それ本気で言ってるわけじゃん。配信始めた理由聞いてお金が欲しいとか女にモテたいとかから入るのが普通なのに、あと誰々さんのファンでとか、もう聞き飽きたのに、和道さん僕ジャニーズジュニアになりたかったんですねってもうハテナマークから入ったりとか、そう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 、クラさんのその顔だよね。そう。やっぱそこが天才性なんだよ。そう、マジかっていう。切り口が半端ないところとか、そう、予想を、なんかすげえな、みたいな。うん。すごい。えぐいっていうかね。うん。いや、あのね、いや、あの、このスタイルは受けないよ。このスタイルは受けない。結局、これね、好きっていうかね、あれなんだよ、懐かしいっていう感じなんだと思うよ、今日は。多分。なんか、昔のニコ生見てるみたいで懐かしいって、慎吾さんの、ほら、ファンの人って古いファンの人だから。そうそうそう。だこれはね、多分ね、あの、ツイキャスの空気感じゃないし、ふわっちの空気感じゃないんだよね、うん。当時はクソみたいなニートでしかなかったシンゴ、リスナーも今である程度余裕あるから。あー、なるほどね。そっかそっか。シンゴさんのリスナーも成長してるのか。シンゴさんがこうなったっていうの。だから、シンゴさんを育てたんだよね、ニコ生時代の人。そうだよね。慎吾さんただの部屋の中の引きこもりで、親の金3000万とかしたクズ野郎だったのが、ね、今じゃ、そうだよね。慎吾さんのリスナーが育てたんだよね。加納栄光なのかな？俺はね、あの芸人で言うと品川庄司の品川だと思ってんの。なんか理屈っぽくて、なんかちょっと斜に構えてて、ひな壇でうまいこと回せるんだけど、なんか鼻につくみたいな。それわかるでしょ？なんか、その、冠番組持てなくて、司会もできないけど、そこそこ喋れるんだけど、なんか、映画撮りたいとか、なんか、理屈っぽいとか、鼻につくみたいな。そう、おしゃべりクソ野郎タイプは、俺は。慎吾さんは何なんだろうな。慎吾さん何なんだろう。芸人さんで言うと。素で絡んだら、ヘイポーだよね。ヘイポーだよね。うん、わかる。俺、ヘイポー近いと思う。うん。ヘイポーとか、なんだろうな。なんだろう。ヘイポーだよね。ヘイポーすごいわかるね。ヘイポーだよね。わかるな。天然すごいよね、うん、リアクション平行、うん、いやだからさっき話した通り、俺その慎吾さんずっとやっぱスーパースターで俺が超ドカソ、ほんと今よりもドカソで、閲覧30人とかコミュレベ、要はフォローの人数が500人未満の頃ずっと見てて、1ヶ月2ヶ月面白いとかすげえって思ってて、で4年かかったの、慎吾さんとコラボができるまで4年かかったのよ。で4年か5年かかった時に会わせてもらって、がっつり絡ませてもらった時にすっごい絶望を感じたの。だってさ、あんな面白い人とさ張り合ってさやってくの無理だって思わない？例えばみんながさ、その配信者でさ、配信始めて、で、あ、こう5年間ガーってやって、で、よう挑んで並んでコラボしましょうって言ったら、もうずっと面白いんだもん、うん、
ずっと面白い。無理だよ俺だからね。もうあのなんだろう、そのスタイル変えようって、そう笑いはもうこの人には勝てない。あやっぱね、金梅さんとよっさんと慎吾さんが、この3人がでかいね。金梅さん、よっさん、慎吾さん、あとね最近思うのが野田ゾーリがえぐい。野田ゾーリは胸キュンは半端じゃない。あの胸キュンはやっぱそのやっぱ持ってるんだよね。4人かやっぱね、この辺と会うとね、あ中堅でコアなコンテンツ作ってかないとって思うよ。純粋に面白い、シンプルに面白いっていうか、ストロングスタイルはできない。面白すぎるもんね。金梅さんは、金梅さんはね、あれなんだよ。あの、ドリフなんだよ、いわば。要はドリフターズがやってる、もう誰でも笑える、この子供から大人までカバーできるみたいな笑いの、女の人、大人、子供って全部カバーできていく笑いなんだよ。で、よっさんは、その、尖ってるっていうのかな。こう、ゴリゴリ攻めて、だからのりゆきさんとかよっさんとかタイプが似てる、だからぶつかるんだよね。でしんごさんは天然系で、うん、そうそうそう、俺金梅さんはドリフ系だと思うね。だからねやっぱね、そのうん、難しいところあるよ。天然だよね。そう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 。いやでも今回裏方に徹したと思うけどね。最近、昔は前に前にと思ってたけど、最近はね裏に徹するようにっていう自分の役割とかやるようにしてるけどね。昔はね正直前に出ようとしてたけど、最近はあの裏に回るっつうか、主役は誰か見極めるようにはしてるようになったと思うよ、昔に比べたらね。昔はそれこそ前に出すぎてて寒いなと思ったもん、自分でも。今見たらね、ちょコーヒー買ってきていい？残りのうまい棒はね、あのまた企画継続するって言ってた。こんばんは。いやでもやっぱりそのあの間違っちゃいけないのは、主役が慎吾さんだったからだよ。主役が慎吾さんだったから、あのなんだろう、少しなんかこう慎吾さんの本当にファンだから、なんかこう慎吾さんがどう言ったら面白くなるかみたいなのは分かると思う。やっちょは何なんだろう。やっちょは何なんだろうな。やっちょは何だろう。何なんだろうな。うん。あ、肌ありがとう。まあね、いいよね。そうね。まあでも、それは本当は恥ずかしいことなんだけどね。あの、何だろう。大手目指さないといけないのに、うん、疾患はあると思います。あるに決まってんだろあんなもんそんなの全員わかってるよあえて言うことじゃないよ、疾患があるのを前提に見てるからないわけがないよねB病名15個はつくでしょ多分、何かしらの病名が。多分ね、新しい病名できると思うよ。赤信号シンドロームとか、新しい概念も出てくると思うよ。いや、面白かったな。いやー、もうそこはもうみんな分かってることだから。カリスマだよね、カリスマ。俺が初めて会った時の慎吾さん見る？俺が初めて会った時、初めましての格好がこれだったの。うん、なんで白衣着てるんですかっつったら、はじめ社長とお揃いです、ははーって言ったんだよ。はじめ社長とお揃い、はって言ったんだよ。
これがだから今日が2回目のコラボなんだけど、これが俺が初めましての時のもうかっこよすぎるでしょ、うん、しかもこれ警察署に呼ばれてたからね、記念撮影しましょうっつって警察署の前で白衣だよ、もう天才だよ本当この人は。そう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 、思考ギャップ、完全に下に見てバカにしてるか。いやいや、リスペクトがないとできないよ、リスペクトがないとできないよね。え、なんかでもいいな、多分慎吾さんは本当、金梅さんもヨスさんも慎吾さんも配信で人生変わった人だからね。多分配信がなかったら、なんだろう、素人童貞でどっかでアルバイトで学校では友達できなくてって、だからなんかだからほっとけないんじゃないの。ネットがな、ネットで人生変わった人でしょ、ネットが生んだスーパースターっていうか、ネットがなかったらなんか普通になんか工場労働とか、それこそコンビニのバイトとかで、しかも一生万年アルバイトみたい、そうだと思うよ俺正直。いじめられるでしょ、コーヒー買ってきてもいいですか、コーヒー、うん、ちょっとコーヒー買ってくるわ、まったりまったりクールダウンしてから寝る、刺激が強すぎたからちょっとダベロ。KP、 みんなお疲れ様です。 KP、 KP、 いつもタリーズですはやはや寒いから走ってきた。ていうかさ、俺ごめんね、
知らなかったんだけどさ、なんかなんとか事件ってあれ何があったの？なんかずーっとなんとか事件なんとか事件っていうのが分かんなかったんだけど、なんかあったの過去に？あー KP ありがとうね、ご近所さんありがとう。飲みやすい。あ、それルーマンジュ事件とか言ってたの俺知らないんだよね。それなんなんだろう、それそれ。あーあーなんだ、検索してみようかな、出てくんのかな。あ、出てくるわ、検索したら出てくるってすごいな。ルーマンジュ事件とは、ウィキに出てくるってすごいな。ネイビーブルーの段、ネイビーブルーの段っていうのがあるんだ、すげえな。所沢ストーキング事件あった、ルーマンジュストーキングレイプ事件、なんだこれ。ちょっと検索する。デリヘル城であるルーマンジュの、デリヘルデキンクラウト、前具合に客としてホテルに呼び込み仲間強引にレイプした、天外デートをしたことで付き合ってると感じか。ネイビーさんすごいね、まとめてるからね。女性が怖くなった源氏だとお店を変えて逃走、うんうん、更新所に彼女の行方を理由風俗サイトチェックしとくって、うん、すげえな、ここまで詳細にまとめる、すごいねこの人。すげえな、こんな、すげえな。警察出頭編って俺の名前出てんじゃないの、もしかして。これ所沢ストーキング事件は俺関わってるやつだよね、多分それだよね、合ってるだよね。所沢ストーキング事件が俺が関わったやつだよね。で、警察出頭編が、え、サイトライ編、あ、サイトライ編の方か、俺の方は。あ、これだ、所沢警察署で交流中、こっちさ。そうです、とか。すげえな。てか、お前らもネイビーブルーさん検索するからサーバー重たいんだけど。お前らも一緒に見るから。ネイビーブルーさんのウィキがクソ重たいんだけど。すげえな。えぐ。パンコさんが、そうそうそう、パンコさんがずっとやってたやつだよね。
あと一人のフォローで、あれだ、4700人フォローだ。嬉しいな。へえ、吉江さんと電話で喧嘩したんだ。店を辞めてるそう。まあ、就職です。ここまで来るとすげえな、ガチアンチの人も。でも、慎吾さんの本当にすごい魅力的なのって、なんだろう。こういうのも訴えようとかじゃなくて、なんだろう、アンチも自分の、なんていうのかな、コンテンツの一つにしてるっていうのがすごかったね。なんか、ブロックをしないとか、その、囲われるんじゃなくて、アンチも受け入れるっていう思想がなかったら、ここまで来なかったろうね。多分、その、過疎の人とかだと、普通の常人の考えだと、ブロックしちゃうはずなの。初期の段階で、ちょっとアンチコメント書いたらブロックでパッていなくなれってやるのを、その、俺は囲われるんじゃなくて反対意見も受け入れるっていう思想から、なんかこの、今があると思ってて、すごいよね。これなかなかできないよね。あー、フォローありがとうございます。すげえ。でも R さん確かに美人だよな、うん、あーすごい綺麗な人だね。慎吾さんがメロメロになるのはちょっとわかるな、うん、あーわかる。和藤さんが R さんのどこが好きって聞いた時の慎吾の答えが所沢のいや俺もう完全に同じくだりだと思ってい、や思い出したよね、1年前この同じ全く同じ内容こすったぞと思ってちょっと再放送だよね俺も思った、よぎった、このくだり前回と同じことやってて前回と同じ回答が返ってくるなみたいな。顔がめちゃくちゃ可愛い、胸がでかい、多分向こう好きなんですよね、うん、でもなんかね、いいじゃない。なんかタイプが一緒なんじゃないの、慎吾さん共通してるんじゃないの。ただ R さん、その前回と違うのが、R さんが結構そのね、なんかこう、なんだろう、配信を理解してるというかね。あと、慎吾さん別になしではないっていうワンチャンある感が、その慎吾さんに対する愛があるのが前回と違うのかな。慎吾さんプレミアムリスマン取ってほしいな。だんだんパワーバランス崩れてきたね。ツバニャンと金梅さんがちょっと頭一つ抜けて近藤組長と差ができたね。1位2位はこの2人、近藤組長まで今までね保ってたけど、あそっかそっか、前回付き合ってたんだ。いや、慎吾さんとコラボすると株上がるんだよね、めっちゃ俺だから年一ぐらいでね、挽回のチャンスなんだよ。あのなんか、あの中堅芸人のすごい力入れるコンテンツとか分かるもん、気持ち。この番組だけは滑れないとか、この番組だけは緊張するみたいな。俺だって昨日頭抱えたもんね、うまい棒でうまい棒っすかみたいなうなされたよね、ちょっと
そう、株上げないといけない。年一回来るか来ないかの頑張らないといけないところで、うまい棒って言われた時に絶望感しかなかったよ。うまい棒って。もっと他にいろいろあるだろう。今週クラインとコラボ、ああすごいね、すごいね、やる。いやコラボ多いっていうか、やっぱりその俺がプレミアムリスはもう10位以内入らないの分かってるから、大手さんは。だから少しでもやっぱこう、あのね、あの声かかったらやっぱ動かないといけないじゃん。だってあの多分ね、そのニコ生から見てる人はわかると思うけど、その俺後発組なのよ。ものすごい後発組で、ニコ生が大手が誰もいなくなってる状況から始めてるのよ。だから慎吾さんとか金梅さんとかうなちゃんマンとかその人たちが和道って名前を認識してないのよ。その名前呼ばれるまでに3年かかって、2年3年かかって、コラボするまで4、5年かかってるのよ、俺からすると。だから今のツイキャスとかさ、ふわっちとかって簡単にコラボしてもらえるじゃん、大手さんと。重みが違うのよ。なんか今ってさ、閲覧50とか以下の人とかと閲覧1000人の人がコラボとか全然あり得るじゃん。例えばジェダイさんと金梅さんとか、昔なかったもん。もう本当に閲覧その1000人台の人は100人台の人の名前も挙げないっていう、すごい厳しかったよね、ニコ生の頃ね。まずコラボっていうのがほとんどないし、あったとしてもそのなんだろう、公式っていう、ニコ生の公式で呼ばれる人たちだけとか。そう、すっごい大変な記憶があるから。だから今ってさ、例えばトム・ソーヤ池上さん来てよとかってありえないことなのよ。そうだから、なんかいいやりやすいだろうなと思うよ。ふわっちも最初そうだったよね。いや俺はその苦労を知ってるから、なんか慎吾さんと本当にコラボできるまで5年かかってることか、4、5年かかってること考えたら、やっぱりね、そう、いやめちゃくちゃ厳しいよ。リスナーがまず許さないもん。慣れ合いだとか言ったりとか、帰れ帰れ、うん、ねえ、金梅さんだって売名してた時期あるもんね、デビューしたては。だからそのなんか一番厳しい時に配信入ったから、今羨ましいよ。なんか過疎でもワンチャン大手になる可能性あるからね。ドカンっていくからね、全然。やっぱりニコ生の黄金期って閲覧数が桁違いだよね。ツイキャスみたいな閲覧だもんね。ツイキャス1万人とか見ててっていう。ふわっちはルールが独特だよね、やっぱ金が絡んでるから。正直ね、金が絡んでなかったらね、あの呼ばれないと思うもんね、閲覧呼びたいとか。うーんね、佐野がこんなオワコンになるとは誰も思ってなかったよね、正直ね。佐野がこんなに落ちぶれるとは誰も思ってなかったよ。だからちゃんまんがなんかドカソ配信者とか養分伊藤とかさとかに、あと名前も聞いたことないような配信者にリアトツするっていうのはなんかね、へこむんだよね、ちゃんまんのこと。昔のちゃんまんを知ってる人から見るとマジかみたいな。しかも全く面白くないみたいな。ただ飲んでるだけとかさ。あの時代良かったよね。3万変わっちゃったよな。やっぱ佐野は佐野でいてほしかったよね。
あ、今は今で面白いんだけど。あとなんか俺がなんかやべえなと思うのが、なんか配信者がみんな高年齢化していってるのがすげえ面白いかな。なんかやばいなとは思うんだけど、なんかなんだろう、20代で実力のある人とか、なん世代交代がなくて、やっぱり金梅さんとかよっさんとかがずっとトップ取り続けてるっていう。でも金梅さんもね40だし、金梅さんにまだバンジージャンプさせるんだとか思って40過ぎてるのにまだ無茶させるんだっていうのがね、ちょっと面白いかな。あと面白いのドレさんとか50代で急に大手になる人とか出てきたから、大手っつうかまあ中堅大手ぐらいの、その辺は面白いよね。なんか20代で生きの良くて安定感があるって新しい人誰かいるかな。うん、ステゴロまだやらせようとすんだ、すげえな。なんかそれこそなんかピンでゴリゴリ閲覧稼ぐノエルみたいな存在ってもう出ないのかね。なんかそういうピンで若くてえぐいやつ出たなって、ノエルで俺止まってるかな。あのコラボで閲覧稼ぐのってそんな難しくないから、コラボしまくってのし上がるんじゃなくてピンで面白くて、ノエル以外にいる？あ、七原くんがいるか。でも才能ある人やめちゃうんだよな、七原くんもノエルも。七原くんが最後か。チンギスカンはどちらかっていうと、なんだろう、うまいっていうかテクニカルだからね、チンギスカンさんは。実は天然に見えてすごい頭の良くて好き、テクニック系の人だから。パルパル、まあまあパルパル、そうだね、パルパルか、まあ、パルうまいもんね、パルうまくて若い、そうか、パルか、パルだな、そうだな、パルは確かにうまいし、うん、若いもんね、キャリアも浅いのに、パルだな、分かってるよね、なんか配信的な感がいいよね、パルはうまい、分かるわ。わかるわかる、パルだな、パルパルが。だから10年後トップ取ってる可能性あるよね、世代交代し、20代世代では圧倒的にぶっちぎるだろうな、うん、言われてみればそうだな。予定ってあったっけな、今日が28、明日はフリー、ゆっくり寝れるか、大丈夫だね、大丈夫だ、よかったよかった。じゃあそろそろ寝ますか皆さん。
楽しかったんで。うん。今日ね、朝8時に、だからもう、あれで朝8時に、実は、慎吾さんに電話で企画の、今日よろしくお願いしますって、朝8時に起きてんだよ、俺。慎吾さん。慎吾さんもだから8時から起きてんだよ。もうだから、あと1時間半で24時間ずっと配信やってるような状態だからね。さすがにもうお腹いっぱいでしょ。どんだけ配信好きなんだよっていう。じゃあ多分今日ぐっすりシャワー浴びて寝ちゃうんで、また明日の昼過ぎぐらいに放送やります。フォローしてくれた方、アイテムくれた方、たくさんありがとうございました。それじゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。ツイッターもフォローしてね。お疲れです。